はい皆さんこんばんはおじいさんですいろんなゲーム機で遊んでますかおじいさんは今は990でファイナルファンタジー5をやってます <laughs> はい、えー、女神転生はレベリングがあのー、なんていうかなイベントがもう行くよっていうところで止まっててできないんで FF5 やってます 思いいのほか進んででますはい、で本日はですねこちら、えー、久しぶりですね久しぶりに見ますよね RG350 なんかすごい懐かしいですねもうほこりかぶってるしね <laughs> すごいほこりかぶってるはいあのコメントでそのえっ、ー、とね豆フォーオールの使い方がちょっとよくわからないんですという えー、コメントいいただいてただてので一応ね前回あらかある程度お伝えしてるんですけど、えー、もうちょっとじゃあ一番初めの方まで掘り下げてお伝えしていこうと思います、えー、まずね吸い出したゲームデータを用意してくださいであのー、どこでもいいので配置してくださいはいでじゃあその配置自体どうするのっていうのは こちらのマイクロ SD カードを、えー、抜いてパソコンに読み込んででフォルダーを作ってどこでもいいのでまあマイクロ SD のトップがいいと思いますそこにフォルダー作って、まあ、例えば、まあ豆でもいいですしアーケードでも何でも大丈夫ですで自分でフォルダーを作ってそこに自分の吸い出したゲームを入れて所持してるゲームを、えー、入れてで、えー、もう一度ここに入れるっていう作業をまずしてくださいはい でですね、あとはこちらの作業になるんですが、まあ今、じゃあおじいさんどこ入れてるかっていうと、マイクロ SD のトップに、マ、えーメ、まあ、ーっていうフォルダを作りました。で、えー、ちょっとここもゆっくりお伝えしておきましょうか。えー、この Dingux ですね。この DinguxCMDR。これ d i n g u x c o m m a n の略らしいんですけども、こちらを使います。ちょっと眩しいかな。よいしょ。これぐらいでしょうか。はい。眩しいね。 惹かれつけます。はい。えっ、ー、とこちらをまず立ち上げます。 すると、こういうふうなファイルの管理画面になりますので、これ右と左、それぞれ2つの画面出てるだけで、言ったら Windows で2つカチカチって言ってフォルダ開いて、またカチカチって別にフォルダ開いて、何かデータ移動をさせたいときってそうしますよね。そういう状態になってるということです、これね。で、左で作業していきます。今はユーザーローカルホーム、言ったら皆さんの Windows でいうところの C ドライブ、プログラムファイル、Adobe フォルダ、そんな感じの えー、フォルダの中のフォルダの中のっていうのがこの表示です。ホームの中のユーザーの中のローカルの中のホームっていうことですね。で、B で戻っていきます。なんで、えー、今、ユーザーローカルホーム、B を押すと、ユーザーローカルになりましたよね。でもう一回 B を押すとユーザーになります。ユーザー C ドライブ、プログラムファイル、Adobe やったのを1個戻って、Adobe からプログラムファイル、プログラムファイルから1個戻って、C ドライブに来たということですね。でもう1個一番下まで降ります。じゃあもうなくなりましたよね。 で、この中の、えー、メディア、こちらですね。こちらを開いてください。で、この中の SD カード、分かりやすいですよね。SD カード。ここ入ってる SD カードやから、SD カード。で、おじいさんは今回、皆、えー、にお伝えするために、ここに、まーめーっていうフォルダ作りました。まーめーっていうフォルダ。はい。ここにゲームデータが入っております。でですね、あのー、ちょっとまあ順序ってやっていきますね。はい。 でですね、あのー、一回分かりやすいように一回これ閉じます。でですね、ちょっと軽く説明するんですけど、えー、とりあえず、豆フォー,ール、えー、っと、こちらですね、豆フォーオールをやってみようと思って、一度みんな立ち上げたと思うんですよ。で、なんか、ようわからん、なんか黒い文字にエラーみたいなのが出て、白い文字が出て、なんか、 よくわからん画面になったけどなんとなくボタンを押して進めて結局よくわけわからへんようになったって多分みんなそんな状態に初心者の方になると思います僕もなったのででそれ何をしたのかっていうとですね豆ホールを一番初めに立ち上げた時にあなたが、えー、ゲームデータを置いた場所どこですかって聞いてるんですよあれ。うん あなマメフォール始めたけどあなたがゲームを置いてる場所僕わかんないよだからエラーって出てるんですよでじゃああなたどっか置いてるんならそこ教えてくださいっていう指示をねあのー、したんですよねでみんなよくわからんまま適当にフォルダー選択してゲーム始めたら中身空っぽうん当然、えー、自分の知らないわけのわからんままにフォルダー何か選択してしまってるのでそうなったんですよ で、次立ち上げても空っぽ。なんでかっていうと、豆フォールが設定できるのはじめだけなんですよ。うん、ゲームをね。ゲームホルダーを。だからずっと空っぽなんです。うん。じゃあもうどうしようってなりますよね。その場合の解決方法をお伝えします。えー、このリングックスコマンダー。もう一度開けてくださいね。こちらを開けます。でですね。 えー、このい一番初めとにかくユーザーローからホームっていうとこ言うたら Windows いうところのマイドキュメントみたいなところが開くんですけどもここのフォルダーがザーッとある中に「豆 4all」っていうフォルダーがあるんですよこれ「dot 豆 4all」ここで A ボタンを押してくださいポンとでこの中の「フロントエンド」ってこれ「フロントエンド」ってとこを押してくださいそしたら1回でも「豆、え、4all、ー」フォーオールを立ち上げていたらこのデータが絶対あるはずです 豆 .cfg これが絶対できてますこれを削除してください X を押しますするとこういうふうなサブメニューが出ますのでこの中の Delete ト,トントントントこれで A ボタンを押してくださいポンとで Yes か能で Yes トント消えましたよねこれで初めにフォルダを設定したものが消えるんですよなのでまた、えー、と豆ホールがクリーンになったのでもう一度フォルダを選び直せますはい で、C、これでもう、えー、コマンダーを閉じます。えー、Y ボタンですね。Y を押して、一番下のクイッと。これで画面を出ます。はい。で、えー、豆ホールを立ち上げましょう。そしたら、はい。エラー出ましたよね。それで、えー、ゲームがないよ。えー、じゃあ、あの、あなたのロムディレクトリですね。ゲームのデータの場所を教えてねって言うてくるので、A ボタン。 で、どこにあるのって言われるので、まず点々でもっと戻りましょう。この点々っていうのはフォルダを1個戻るってことです。つまり C ドライブの中のプログラムファイルの中の Adobe ってなってたら、Adobe からプログラムファイルに戻る1個フォルダを戻るやつがこの点々です。で、A ボタンを押します。で、戻ります。で、ずーっと戻ってください。で、もう,もう点々押しても動かないようになったら一番下まで来たので、ここのメディア。 メディアね、うん、で SD カードであとは自分の入れたところを設定してください僕の場合じゃあ今回「まあ、めー豆」ってのを作ったんでここですねこれ「まあ、めー豆」ってあるよねこれで A ボ, A ボタンはいこれでスタートを押してくださいもうこのここですよってなったらはいそしたらこれで終わりですはい そしたらもうこのようにゲームが表示されてますね。ドラゴンブリードを1個だけ入れてます。はい。で、えー、このメニュー画面から出るときは LR を押します。メニュー画面というかもうこれ豆ホール始まってるんですよ。豆ホールから戻るには LR を同時に押します。そしたら戻りますよね。で、これでもうフォルダーを覚えてるので、もう1回豆ホールを立ち上げると、さっきの探してるって画面じゃなくて、ドラゴンブリードが現れます。 はい。こういう感じで、えー、設定を、初期設定をします。はい。あとはゲームを始めるときは、えー、何個かある人は上下で好きなゲームを選んで、で、今回じゃあドラゴンブリードで A を押して、えー、このままゲームを始めます。で、画面のね、大きさはこちらのビデオアスペクト。こちらで、えー、例えばこういうのにしたりとかもできます。縦シューティングもね。で、おじいさんは全画面好きやからスケールホライゾナルですね。こちらでもう決定です。 するとゲームデータプロプロプロって読み込まれて始まりますで豆のこれ特徴なんですがこういうのでたら左右と押してください左右はいで、ここは a ボタンでいいですすると始まりますはい。 あはい。でですね、えー、メニューの呼び出し方は、えー、セレクトとスタート。こちらの同時押しです。まあ、LR を同時に押して、タイムしてからの方がいいけどね。で、インプットジェネラルっていうのが、ゲームのボタンを決めれます。例えば、今 B と A を X、Y に変えたりとか、そういうことができます。はい。で、このメニューから戻るには、こちらのリターンというゲームですね。こちらで、B ボタンで戻って、LR でスタートですね、また。 始めますはい。 ああここ難しいよね。はい、で、えー、とゲーム終わるときですねこれでスタートしてください。LR とスタート。これで戻ります。そしてこちらのメニュー画面自体終わるのは LR。これで元に戻ります。はい。<laughs> 寿司ざんまい、えー。いかがだったでしょうか。これでだいぶ使い方分かったと思いますよね。あとゲーム選択のあとこうドゥルドルド,ルドルドルってデータロードしてるときにエラーって最後に出たら吸い出しデータが間違ってます。 はい、で FBA の方がかなり寛容です。豆フォールの方がちょっとねいつのやつかな新しくなるのかなちょっと,、えー、と用意するデータが違います。例えばネオジオなんかでも。なんでもう CPS1CPS2 とか基本は FBA でやってネオジオもね。 で、そっちで動かない。例えば、遅いもの。ドラゴンブリードも FBA 遅いんですよ。豆特有のやつの場合は、こっちでやるぐらいの方がちょうどいいと思います。めんどくさいと思うんで、また吸い出しな、吸い出し直すのね。データが違うんで。はい。そこだけご注意ください。いかがだったでしょうか。えー、久しぶりですね。RG350。 M いつ届くんでしょうか <laughs> 一応ね中国は飛び立ってます、はいえー、海外経由で来るみたいなんでいつなるやらどこの空に今飛んでるのやらカラスに持っていかれてなかったらいいですけどねはい えー、この動画でね初めておじいさんのことを見たよっていうこと、えー、人はねチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそして豆ホールあちょっとそれね、あのー、ポインポイントで悩んでたのっていう方がねおられたら高評価を押していただくと大変嬉しく思いますはいそれではまた次回の放送でお会いしましょうさようなら